中国軍の戦闘機が昨日、台湾海峡の中間線を越えたと台湾側が発表しました。アメリカ高官の台湾訪問を牽制する狙いがあるとみられています。台湾海峡の中間線は、中国と台湾が偶発的な衝突を避けるための境界線で、中国軍の複数の戦闘機が昨日午前、中間線を越えたと台湾国防部が発表しました。 台湾軍機が警告した後、中国の戦闘機は台湾側の空域から離れたということです。中間線を越えたのは、アメリカのアザー厚生長官が台湾を訪問したことを牽制する狙いがあるとみられます。中国外務省は10日の会見で、中国は一貫してアメリカと台湾の政府間の往来に断固反対している。 すでにこの件でアメリカに厳正な申し入れを行ったと強く反発しています。